イーストミーツウェストっていう言葉がちょっと自分で作ってなんなんですけど、結構これハマったなと思いまして、やっぱり私たちはあの東のエリアって言われるし、ウェストっていうのはまあ海外の人はそう言いますよね、特にアメリカヨーロッパの人は。そのイーストミーツウェストっていうその言葉の響きにちょっと自分がまあ自分なりにちょっとつぼっちゃったんですね。それであのまあこういうことがもっとできたらいいなと。そのイーストミーツウェストっていう言葉がもし生まれてなかったら僕の頭に、このコンサートはもしかしたらできたかどうかなっていうところがあるので、やっぱ最初のこの言葉っていうかこのネーミングはね、結構あの考え方を統一できるんですよね、そういう何かこう言葉があると。だからそれがまあ良かって、良かったっていうことでこのライブツアーにつながったんじゃないかと思います。
Thank you.
どうも皆さん、こんばんは。11月の12日からスタートいたしました Mukaiya Minoru Presents East Meets West 2018、とうとう今日が千秋楽になってしまいました。東京が最後のコンサートでございます。ありがとうございます。まああのね、East Meets West っていう、まあ、タイトルをちょっと考えついたのは2年前なんですけど、私たちは日本に住んでもいつまで経っても、ね、Far East と言われてまして、アメリカから来る人たちをですね、東から来ていただいてもウエストと呼んでいるという、まあ、そういった形、地政学的にはそういう形でございますが、まあ、ステージ上で一緒になれば東も西もございませんと、いうことですね、5人5人と一応分けておりますが、もう世界を一緒にするような、そんな音楽を今日はですねやってみたいと思います。どうぞ皆さん最後までごゆっくりお楽しみください。それではネクストソングはですね、フィーチャリング by ポール・ジャクソン・ジュニアです。それではちょっとやはり何か一言お願いします。こんばんは皆さん。私はポール・ジャクソン・ジュニアです。Very happy to be here. So, 日本語少しごめんなさい。OK、行きましょう。ありがとうございます。こちらに来てとてもハッピーっておっしゃってましたね。それではこの次はポール・ジャクソンさんのこの曲いってみましょう。 2-4-10 サーバージョン。
Paul Jackson Jr. and Annie Watts. Thank you. 次の曲はですね、エイブラハム・ラブレールの曲でございます。もうね、とっても楽しい曲ですね。Today is Friday. Tomorrow, day after tomorrow, will be the next song called Holidays. Not ready. Okay. I have to do this. Okay, okay. そうですね、やっぱりあの楽器っていうのはこうセッティング。あ、ごめんなさい。OK、OK。オーライ。そう、ここはですね、マルチラングイッチでお送りしておりますけれども。Today… あ、OK。Please! Thank you.
それでは今度次の曲、それではここはですね、ドン・グルシーさんにちょっと喋っていただきましょう。どうぞどうぞ。こんばんは。こんばんは。It's nice to be back. My second country. Your second country? I think so. So I want to just say thank you to Eijiro-san, Honda-san, Eric-san, Hitomi-san for being such supportive cast in the horn section, and they've made this band like come alive. Yeah. Eh? Right, guys? So we came up with this silly idea, and we wrote the next song, Long Distance, sending files back and forth and arguing a little bit. No, that's not a good idea. And finally came up with this beautiful song, huh? Thank called The Games. Much. And so now we play for you now. I have a... 離れたところで2人でこう作り合ってファイルを送ったりしていいとか悪いとか言いながら、まあ、最後は喧嘩しながら血出しながら作った曲を次をそんなことないですね、楽しく作り上げた、アルバムタイトル曲、ドン・グルシンと私の共作の曲です。あわよくばこの曲がですね2020年東京オリンピックの公式テーマソングになってくることを狙って Do you understand? Okay, official song for the Tokyo Olympic Games, right? Okay. 近いですかね、有楽町ですかね、すぐ関係者いるんじゃないかと思いますけど、それではお送りいたしましょう。 The Games!We'll be right back.
実はドンと何かやろうって言い出してもうかれこれ 7,8 年は経つと思うんですよ。でいいところまで行きかけた時もあればお互い忙しくて諦めた時もあって、でもなんかずっとね話し続けてて、で話っていうか、まあメールだったり、まあで彼早起きだし、でそういう点でまあそんなに遜色のない時間でこうやり取りができたんで、かなり満を持してやってきたことだと思いますね。やろうやろうってずっと言ってて、いろんな企画を出し合ってた、出し合ってました。そうですね、やっぱりステージ上みんなすっごくいろんなこと言ってくれるんですよ。なんかいいフレーズ弾くと「おおイエス」とか言って「おおおお」とか言ってこうお互いそういうこと言って、なんかこうなんて言うんだろうな、まあ音で会話するってかっこいいこと思ってたんですけど、やっぱり口で会話した方がさらにインパクトあるなと、もう生声がだいぶ聞こえたんじゃないかと思うんですけど、そういうことをもう本当に気にせずフランクに話しかけてくれたり、こう声援してくれるステージで、いろんな新しい音楽のスタイルや演奏の仕方っていうのをまあなんか教えてもらったっていうか、そういうきっかけを作ってもらったかなっていうところありますけどね。次は Sounds like Professor というかジーニアスというか、oh yeah 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 OK、なんかちょっと山の中の釣り人のようなこと時もあるんですけど、非常にオーガニックで、トラディショナルで、そしてジーニアスで、OK レッツゴー、彼の曲ですナンバー8という曲をイントロはどんどん素敵な感じでお送りしたいと思います。どうぞ。Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。まあ後で A 見てみましょう。これは。はい、ありがとうございました。ということでですね、もう本当にもうこんなに段取りの違うコンサートも珍しいなと。
何が起きるか全くステージ上でわからないという楽しいコンサート私も本当に楽しませていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、あの海外旅行で帰った直後の旅行者みたいな気分なんですけど、12時間ぐらい飛行機乗って成田や羽田に着くと、もう当分海外なんか行きたくないとか、いやもう俺飛行機長いの嫌だって日本に特に帰った時思うこと多いじゃないですか。でも何日か経つと、あまた行きたいなってなりますよね。だから昨日終わってパーティーやって、いややりきったみたいな気持ちもちょっとあったんですよ、若干成田に。でも足を一歩日本に踏み込んだ途端に、いやまた次何やろうかなって、こんな楽しいこと、こんなにみんなに楽しんでもらえることを僕できるのにやらない手はないだろうということで、このコンサートはやっぱり次のコンサートにつながるコンサートになったなと、そういうのは強く感じました。ありがたいありがたいありがたいっていう感じで、ですね。まだ1日しか経ってないですからね。スタッフに聞いてもなんかじわじわ来てる人結構いるから、うん、でもだんだんさっき別れたアーティストとはもうなんかね、ちょっとなんか別れづらいような感じだったんで、なんかまた次いろいろ一緒にやれたらなと思ってますけどね。また来年、再来年とこういったコンサートを続けていきたいと思いますので、またその時はよろしくお願いいたします。それでは、今日のコンサート私の曲から始まりましたので、最後は今回の全体のコープロデューサーであるドン・グルーシンさんのこの曲でお別れしたいと思います。よろしくお願いいたします。キャップウォーク。Thank you.
プレミアムドラマモンローが死んだ日、全部先生のおかげです。よくここまで頑張ってこられましたね。 BS プレミアム1月6日夜10時スタート。 BS プレミアム一本の道、山の向こうにあるというヨーロッパ一深い谷へ、石畳の道を行きます。そこにはどんな絶景が。放送は9日夜9時です。タジキスタン共和国の大峡谷で暮らす少数民族、そのルーツを紐解きます。シルクロード謎の民大峡谷に生きる、 BS プレミアム12日夜7時30分。さあ、もっと綺麗なテレビの始まりです。新 4K8K 衛星放送をぜひお楽しみください。今度のテレビは別世界。別世界でしょ。